でしょう。あれ、あ、ここか。あれ、あれ、あ、違うか、ここか。こう、こうして、これをこうして、これを、これをこうして、これを、これを、これを、あ、脳みそ出てきちゃった。みさんこんばんは。ネックレスに悪戦苦闘、前髪ケアしてです。お待たせしました、コメントありがとうございます。ほげー、ここ、こんばんは、来たよ。これをこうして、ここをこうこうこう。脳みそ出てきちゃった来たよ、今日はうまくいかないの、また来たよ。皆さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、やしんです。4月15日月曜日、 どうする4月半ばだよ。いやいやいや、このスピードでいったらさ、あっという間に6月だぜなんかつまんでる猫飛んできたよね、意味深だねということで皆さん本日もお送りしてまいります。今日なんですが、ライブ配信のタイトルにあるとおり、いろいろ食べるよっていうことで、いろんな食材を食べていきますが、お菓子しま脳みそ出てきた、猫飛んできた、ローズ、猫ローズ、意味深だね4月15日月曜日夜10時でございます。今週末な、猫飛んできたよね、何だったんだろうね、あ、取れちゃう、脳みそ出てきちゃったあの今週末、クロワッサン飛んできたよね、何だったんだろうね、私前髪やばいねいや今日はもう暑かったからさ、私の前髪ももう限界ラバーズ限界まで、限界まで飲み続けたいあと8ヶ月と10日でクリスマス、彼氏できる？私8ヶ月と10日で、まずリアルするまでに2ヶ月かかるでしょ2ヶ月リアルするまでにかかって、1ヶ月に1回リアルするとして、まあ、3回はリアルするでしょ、5ヶ月ギリ作るの、作る気ある、もう時間ないじゃん。いや本当に本当にもう時間ないですよね。だって今年の1月だよ、今年こそ彼氏作るって言ってたのは何なら去年の年始もですローズ飛んできて何だったんだろうね、アートでチェックしときますね今日ねオープニングトークなんですけども、今週末、東京ではTRP 東京レインボープライドっていう、LGBT のね人たちに向けた、もちろん LGBT の人たちだけじゃないんですよ、パレードイベントが3日間19、20、21かな、金土日かで開催される、代々木公園でね開催されるんですけど、まあTRP って聞くと、そのね、LGBTQ プラスの人たちっていう風に思われたり、思われるんですけど、まあもちろんそれも正解なんですけど、一方で、その多様性っていうのが、そのパレードの、根底にあって、パレードしてるとね、いろんな団体がいるんです、の方がいらっしゃるんですよ。全身タイツの人とかいるんですよ。
そういうね、全身タイツを愛するあの方たちの、パレード、団体も、行進もあったりして、こういろんなね団体がいることがわかるんです。でそれが去年は規模縮小だったかな、一昨年は中止だったかな。で今年がそのもう本当に大々的に開催される、そうもうそんな季節ですよ、そう大々的に開催されるということで、いろんなね芸能人の方も出られるんですけど、今年歌手としてパフォーマンスされるのがちゃんみなさん。やっぱさ、ちゃんみなさんが出るってなった瞬間のさ、ゲイガチムチの姉さんたちの盛り上がり方ね、え、ちょっと見たいんだけどっていう。単発ガチムチもね、前髪系もね、ちょっと強めの姉さん好きだからさ。コントラスト負けてちょうだい、全世界をガチムチにしたい、ドゥンドゥン。で毎年シークレットゲストの方いらっしゃるんですよ。いつだっけ、4年前が浜崎あゆみさんだったっけ、だよね。で今年シークレットゲスト、まあいろいろ聞くよね。2丁目でさ、やっぱ飲んでるとさ、今年のシークレットゲストは誰々らしいよとか、いろいろ聞く、いろいろ聞く。けど、まあ、なんかね、これを、それをさ、ここでね、あえて言ってしまうのはあれだから、もちろん言わないでおきますけど、私が、噂だけど、私がなんか言っちゃうとね、あれだから、なんか言わないでおきますけど、でも、まあ、いろんな、何人か聞く、何人か聞いた、まあ、3人くらい聞いた、誰々らしいよっていう、誰かは全然違う人を言うんだけど、情報の出ど、そのソースはどこから出てんのって思うけど。シークレットゲスト前髪系、サンキューガチムチ、サンキューガチムチ、 I'm so but grace on my ex。 サンキューガチムチネクスト。きっと大谷翔平ね。確かにね、いやでも大谷翔平さんなんて来た時にはもうガチムチンたちがもうパニック即答。でもなんかね、毎年シークレットゲストの方はね、歌手の方はですね、なんかスポーツ選手とかはなかったかな、俳優さんとかはなかったと思う。大抵歌手の方が出てきてパフォーマンスをされるはずです。でそう、まあ何人かね、あこの方じゃないかっていうのは聞いたけど、聞いたりしました。はい。でシークレットゲストの方が出てられて、まあ、パフォーマンスがその代々木公園でやされるんだけども、代々木公園がもうね結構人いっぱいになる。で、いろんなね企業のブースとかもあって、今年まあねいろんなブースがある中で、ジバンシービューティーとかはなんかのパッティング、こうちょっとメイクを体験できるコーナーがあったりとかして、そのコスメのね、まあコスメの PR にもなるし、そのイベント自体の PR、そのダイバーシティのね理解に対する PR もできるっていうことであるんだけれども、結構本当にいろんな体験ができるようになってます。 TRP、 それがね今週末東京代々木公園で行われるんだけど、結構ね天気もまあ雨もそんな降らないらしいからね、ぜひぜひもしも機会があれば皆さん行っていただければ、行っていただくといろんなこう発見があるんじゃないかなって思います。たくさんのね短髪ガチムチから前髪系が見れますので。こう派手なね、派手な衣装を着た短髪ガチムチ前髪系がね、いますので、とっても素敵な、イベントになってます。で、まあ、ただ、私はどうしようかなって思ってて、っていうのも、新
私がね、その外なんかそういった外出イベント行くと、認めたくない、認めたくない、認めたくないんだけど、天気悪いのね。雨前髪女。本当に本当にもうなんかさ、外に出るとさ、すごい天気悪くなっちゃうからさ、なんかさ、もちろんそんなことはないんだろうけど、なんか私がさ、ルンルン気分で、こんだけね、今 TRP の話をしててさ、ルンルン気分で TRP ってさ、あ、雨？笑えないじゃん。いやだからさ、なんか冒頭できたよね、何だったんだろうね、どんな使い方するんですか。そうそうそう、でもね、 TRP で、あ、まあ雨降ったこともあったけど、結構晴れてる、っていうか暑い。そうだから TRP もしもね、あの行かれる方いらっしゃいましたら、結構暑さ対策大事、結構激アツ毎年、なんかもう4月、それこそ今週末なんだけど、なんかね、毎年季節外れの暑さみたいになる。脳みそ出てきちゃった。そうそうそう、でもね、いろんなあのこうカルチャーが感じられるイベントになってます。とても素敵ですので、あの初めての方でも全然行けるし、もちろん無料なんでね、 なんか私が全然ね、なんかあの関わってるわけじゃないんですけれども、あのもちろんお金もらってるとかじゃないんだけど。ぜひぜひあの皆さんにそういったカルチャーに触れる機会になったらなというふうに、すごい素敵なね、あのイベントなんでねと思います。で、あのまあ、なんでね、なんでね、この話をしたかっていうと、なんでこの話をしたかっていうと、4年前5年前にあの TRP に私が行った時なんだけれども、まあ、ボランティアの人たちがたくさんいらっしゃるんですよ。誘導する人たちとかね、ボランティアの人たちがたくさんいたんだけれども、あのすごい行けるボランティアさんいたのね。なんかさ、あの腕まくりをしてって、見る腕思った。でさ、やっぱボランティアしてるとさ、こうまあ何、そのボランティア、はあ、いやダメね。ダメね、ダメダメ、そうね、そんな浮ついた心じゃダメよね。だってボランティアしてる人にさ、ボランティアしてる人の二の腕見てるようじゃ私ダメよね。いやでもね、そういったこう結構なんか出会いみたいなのもやっぱりあるなって思うんだけれども、そうね。ボランティア狙い撃ちバキュン。さあということで、そろそろ本日の SM ラジオ始めていこうと思います。本日なんですが、ライブ配信のタイトルにある通り、いろいろ食べるよっていうことで、いろんな食材を食べていきますけど、本日お菓子縛りです。クロワッサン飛んできてる、何だったんだろうね。後でチェックしておきますね。さて、エフェクト立て始めていこうと思います。ちょっと待ってね。これが私なの。皆さんこんばんは、ヤッシンです。リング飛んできた、脳みそ出てきちゃった。あ、脳みそ出てきちゃった。はやー、脳みそ、ガチムチクマさんキーホルダー、脳みそ出てきちゃった。脳みそ出てきちゃった。皆さんこんばんは、ヤッシンです。4月15日月曜日となりました。本日はお菓子縛りでございます。リング飛んできたね、何だったんだろうね。あとガチムチリス、おお。早く草むしってきなさいよ。草ないね最近。
草じゃないです。草を食べたことはないんです。野菜。さたいかな。リングトンどこにつけるんでしょう。さあ食べていこうと思います。ガチムチリスローズ。猫。小動物系猫ガチムチ。おお。さて本日の一つ目でした。これね、すごいこういろいろ思い出しました。これを見た時こちらです。ダダン。片揚げポテト塩わさび味です。期間限定ということでね、わさび食べたね。 ASMR 配信でね、生わさび食べたね。もう3年前だよ。いや本当に食べたな。なんか最近そういうの多い。あれもう3年前だ、あれ2年前だみたいなことが多い。あ、わさび、塩わさびでございます。食べていきましょう。30周年だって。私たちより年上だね。片揚げパイセン。でも片揚げパイセンじゃちょっと長いよね。片パン。さあ食べていきましょう。まずは匂いチェックから。あ、いや、わさびの匂い。カツオは魚へんに叩いて書くの。マルシークレヨンしんちゃん暗黒たまたま大追跡ローズで検索。なんかそんなにこうわさびの それこそツーンとした匂いはなんか感じないかな。なんかまあわさび、なんかこうちょっと青っぽい匂いが、その植物系の野菜系の青い匂いがしない、するかっていうと、まあする気もするけど、そこまでかな。食べていきましょう。そう、なんかさ、目とかがさ、なんかやられるかな、なんかそんな感じは意外とないかも。食べたら違うのかな。食べてみましょう。食べてみましょう。お腹空いてたんだよね。今日私めっちゃお腹空いててさ、食べていきましょう。部位だね。めっちゃわさび。めっちゃわさび感じる。どれくらいかな。わさびの分量的に言うと、お寿司でさ、わさび入ってたとして、小指の爪 1.8 枚分くらいのわさびが塗ってあるくらいのお寿司を食べた時に、サビ抜きだと思ってて、サビ抜きだと思って食べた時の、おっ、わさび入ってたのパターン。なんかそんな感じ。結構わさびはね、しっかり感じます。
ちょっと何枚か一気に食べてみたいな。でも片揚げポテトは刺さるんだよね。口腔内に。ちょっと何枚か行ってみようか。もう、うん、こう刺さらない感じの食べ方で、こう綺麗にまとまった状態でこう入れればなんとかなるから、うん、いくね。しっかりわさび感じれるんだけど、あのなんかむせる感じがないんだよね。これなんでだろう。そういう製法なのかな。しっかりわさびの辛みは感じれるんですよ。でももう今みたいに食べてもむせる感じではないんだよね。しっかり辛みを感じつつ、わさびの味、じゃがいもの味を楽しみつつ、むせることなく楽しめる、そんな感じ。むせない製法。全然大丈夫。歯茎、口腔内、片揚げポテト刺さってない。やっぱね、もうプロですよ。文字通り血の滲むようなね、努力してきましたから。何回だよ、2回だっけ、3回血流したよね、ASMR 配信中にね。コメントいただきました。片揚げポテトのプロ、片プロ、片プロ。わさびのプロ、わさプロ、わさプロ。わさびのチューブ2本までならいけます。え、片揚げポテト塩わさびらしい。皆さん見つけた際にはぜひ。宇多田ヒカルさん、宇多田ヒカルさんのさ、サイエンスフィクションベストアルバム、ベストアルバム、聞いたんですよ。聞いたんですよ。で、リレコーディング、もう一回、レコーディングをし直した曲とかもあって、トラベリングとか、アディクティッド・トゥ・ユーとかが、まあ、リレコーディングされてて、今の宇多田ヒカルさんの声で歌われてたんです。で、オートマチックとか、光とかは、その当時のレコーディングの声のまま、ミックス、その編曲だけが変わってるような感じだったのね。ミックスが変わってて。で、そしたらさ、やっぱり、ね、宇多田ヒカルさん、キャリアが長いから、やっぱ声ってやっぱ違うね、変わってくるんだなっていうことをすごく感じたんです。だからさ、その曲を聴いて、ああ、声ってやっぱこうやって変わってくんだなっていうことを感じたときに、私もさ、なんかこうやってさ、話して時々こうモノマネするじゃないですか。なんかやっぱこれっていつかできなくなっちゃうのかなってすごい思うの。なんか特になんかこう、ちょっと特徴ある、癖があるやつってやっぱりなんかだんだん出しにくくなっちゃうのかなって思って、カルシファーとかね、見てくれ、ソフィーが置いてくれたんだ。でもカルシファーでさえさ、なんかやっぱ2年前の時の方がちょっと似てたと思うんだよね。
あんまり飛ぶと戻れなくなるぜ。なんかやっぱ前の方がもうちょっと似てたと思う。ゾウイ巻き遅れ消えちゃうよ、巻き遅れなんか消えちゃうよ。M でもね、 M はなんかね単純に練習不足だと思ってて、人間ね、前さドビーでやったみたいにさ M の声聞いてみようよ。 M 声で検索するね。なんか聞いた後ねやるとできたんだよね。え、ちょっと待って、前回ハリーポッターのドビーをなんかできそうな気がして、声聞いてやってみたんですよ。あ、これだ、これだ。お使いから座ってなどと言われたことがございません。対等のようにイメは申し上げビーです。あ、ここだね。誰なの？ドビーでございます。屋敷しもべのドビーです。なんという光栄でございましょう。誰なの？ドビーでございます。屋敷しもべのドビーです。ドビーでございます。屋敷しもべのドビー。あれなんか似てなくなっちゃったな。だる光栄でございましょう。だる光栄でございましょう。誰なの？ドビーでございます。ドビーでございます。屋敷しもべのドビーです。気を悪くしないでね。でも今僕の部屋に屋敷しもべがいると都合が悪いんだ。それはもう分かっております。ただドビーは申し上げたいことが、それが複雑でございまして、ドビー目はどこから話していいかいいやら。座って、座ってのところ好き。ただドビー目は申し上げない。それが複雑でございます。それが複雑でございました。ドビー目はどこから話していいやら。座って。M ですよ。 M をやりたかったんですよ。ちょっと待ってね。 M って何で出てくる。 M 登場シーン、あ、出てきた。M 登場シーン。夢を見ながら死ねるなんて幸せだよね。真の核を破壊すればいいんだよ。そうすれば生きるし。ちょっと待ってね。たん。コンコロリ。あ、これだ。この汽車で40人以上の人が行方不明となっている。数名の剣士を送り込んだが全員消息を絶った。懐かしいね。年々からりコンカロリ、鬼が小屋とコンカロリ。
息も忘れてこんころり、腹の中こんころり、もう目覚めることはできないよ。ねんねんからりかんからり、赤子泣いてもかんからり。カップ焼きそば思い出す。ありがとうございます。私の YouTube のメインチャンネルでアップした謎企画、演舞でカップラーメン食べるっていうね。やったね。お湯わけ。そんなこともありました。あれね、面白いと思ったんだけどな。あんまり再生されなかった。でもそんな中で見てくださった皆さん、好きやで。ありがとうございます。次の食材いきます。次の食材いきます。ドビーの座ってちょっといいね。ちょっとまた今度やろう。こちらです。面白かった。面白かった。こちらだな。亀田製菓、税を尽くした梅じらめせんべい。一草で、じらめをたっぷりの。梅ざらめせんべいです。これさ、もうめっちゃ気になって売って、もう梅ざらめ、もうこれはもう本当にもう商品名気になって買っちゃった。食べていこうと思います。梅とざらめだもんね。酸っぱいと甘い梅ざらめせんべい。たっぷりざらめへの追求、あえて生地表面をつぶつぶにすることでざらめをたっぷりまとわせたこだわりの一枚です。紀州産梅の梅肉ペーストを加えた特製の醤油蜜とざらめが合わさり、爽やかな酸味ある甘さに仕上げました。一口で余すことなくざらめを味わえる贅沢なひとときをお楽しみください。ザラメのシャラシャラって音はするね。シャラララ二人だけの、あれなんだっけ、あのリトルマーメイドのやつ、シャラララふ、あのセバスチャンが言うな、あーもう待ってくダメだ、大事なのはムード大事なのはムードちっちゃい時見た時、あのムードっていう言い方、あれハマった、いまだに覚えてるの。シャララキスして、キスしてたね。シャララな普通にんでキスして、キスして。大事なのはムード。食べます。まずは匂いチェックからいきたいと思います。ムードはい、なんかキラキラしてるね。あ、こう光に当てると結構キラキラして映るねえ。これ何に使うの？ありえるありえる。これ何に使うの？知らない走って氷月飲んで日の光浴びながら。
まーい。食べました。ほっぺたがトランポリンになる。ほっぺたがトランポリンになる。あの強烈ではないんだけれども、梅の酸っぱい、こうまるでね、梅の花のようなこう淡い小さく咲いたほころんだ酸っぱさが口の中でキュッとなるんです。ほっぺたがキュッとなる。でその後に甘いものを食べてさ、ほっぺたが落ちそうっていう表現があるように、慣用句表現があるように、ザラメのね、こう品のある甘みでこうふわーっと甘みが口の中にふわーっと広がるんですよ。キュッとなったほっぺたが甘い、品のある甘いザラメでほっってなんです。だからほっ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 。これ何に使うの？知らない、走って行月飲んで日の光浴びながら行きたい、新宿二丁目のゲイバーへ。ふん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 。あんまり今まで感じたことのない梅系のお菓子の味。コメントいただきました。ジャッキーチェンに似てる。でもさあ、なんかね、時々ね、言っていただくんですよ、ジャッキーチェンに似てるって。でもね、最近なんか言われなくなってたんです。で、一つ言われなくなった理由は、ちょっとやっぱりね、私ね、こうこうお肉がついちゃったっていうのが、まあお肉がついたって言っても、 お肉がついたっていうか、私の周りの世界がちょっとちっちゃくなっちゃった。だからね、でかく見えるんですけど。だからそれもあって最近あんまりね、言われなかった、コメントでもあんまりなかった。でもあんまりなかったんだけど、でもそれこそさ、この ASMR 配信を始めた当初だから3年前ってさ、私な、結構ジャッキーチェンに似てますねってコメントすごい来てたなって今それ思った。これ何に使うの？知らない、走って行月飲んで日の光浴びながら行きたい、新宿二丁目のゲイバーへ。梅ざらめせんべい。
初めて食べる梅の味わいでした。皆さん見つけた際にはぜひ。4月、あの前もさ言ったんだけどさ、引っ越しシーズンじゃない？で、まあ、だいぶ落ち着きだすよね。4月半ば過ぎると引っ越しシーズンってさ、で定期的に来るんですよ、私引っ越したい熱が。でさ、なんか最近すごいその熱、引っ越したい熱が高まっててさ、前ね内覧に行った物件があったんです。新宿2丁目まで、まあギリ徒歩で行ける。ちょっとチャリの方がいいんだけど、まあ、ギリ徒歩で行ける物件があって、埋まってたんだけどさ、その物件が空いてたのね。あ、いいなーって思ってさ、住みたいなって思ったんだ。で、前も言った、内見行ったんです。で、じゃあ なんでね、内見行ってそこの物件引っ越さなかったのかっていうと、そこの物件は私の理想がもう全部詰め込まれてた。まあ、部屋の間取りとか、広さとか、立地、その新宿2丁目まで徒歩圏内。とかっていうのを総合的に判断して、もう本当に理想だった、理想だった。でも家賃が20万。家賃20万はってなってすまなかったんだけどさ、でもその物件が空いてたのね。なんかスーモとか見てたらさ、空いててさ、うわちょっと引っ越したいなって思って、すごい今引っ越したいんだけども、そう、そう。最後の食材いきます。本日最後の食材こちらです。ダダン、小池屋ランチパイデリシャスピザ、デリシャ、ごめんゲップ出ちゃった。これ何に使うの？知らない。私もこれ初めて見てさ、ちょっと食べていこうと思います。ここからオープンだって。ランチパイデリシャスピザ、オーブンでサクッと焼き上げたバター香るパイ生地で、トマトやチーズの旨味にスパイスを効かせたピザ味のフィリングを包みました。だって。なんか、一本満足バー、もしくは、コーヒーの粉、ブレンディなんかスタイリッシュなパッケージですね。フィリング。もしブルースリーが前髪系だったら、 Don't think free。 食べました、食べました。あ、めっちゃピザの匂い、めっちゃピザの匂い。なんかピザハットとかピザーラのあの箱あるじゃん、ダンボール系のあの素材のあの箱、あの箱に鼻をこう擦りつけてる感じ。イーテリ、これなんていうの、知らない、走いて狂月飲んで日の光浴びながら、行きたい、ガチムチの世界へ。
いただきます。これ中見てみたいね。あ、穴がいける。うん、うん、濃い部分がピザのソースというか、本当はそんな単純じゃないよ。どういう前置き。本当はそんな単純じゃないんだけど、こう味をね皆さんにお伝えしたいからなんだけど、パイの実、パイの実だからちょっと甘いんだけど、なんかもうめっちゃ甘いとかじゃない、ちょっとサクサクなんだけど甘みを感じれるパイ生地、パイの実で、その中がチョコじゃなくて中はピザポテト。でもなんかね、ピザポテトのそのなんかね、じゃがいもなんかね、ピザポテトをギュギュギュ絞ってるってやって詰めた感じ。ほう、パイの実ミーツピザポテト、もしくはパイの実フューチャリングピザポテト、もしくはパイの実バーサスピザポテト。うん、これまたちょっと初めて食べる味わいでした。皆さんも見つけた際にはぜひ。はい、ということでですね、皆さん本日の走って狂月飲んで日の光浴びながら行きたいガチムチの世界へ、配信は以上です。はい。こちらのですね、ASMR 配信は平日の夜10時から配信しております。明日も配信して、脳みそ出てきてた。明日も配信してますので、お時間ありましたらご視聴お待ちしてます。あと、すんまへんお知らせなんですが、今週水曜日、あさってですね、配信お休みとなります。すんまへん、すんまへん、ちょっとねのっぴきならない理由でね。ちょっとあの水曜日配信お休みなんですけれども、明日は配信ありますので、お楽しみいただければと思います。この後夜11時からは YouTube のゲーム配信チャンネルにてスマブラ配信しております。寝る前お時間ありましたらご視聴お待ちしてます。で、メインのね YouTube チャンネルもあります。先ほどちらっとお話ししたわさびを食べるASMR などもありますので、M で M のモノマネをしながらカップ麺食べる動画もありますので、お湯分け。皆さんぜひぜひチャンネル登録いただければ幸いです。たくさんねコメント、ギフティング、いいねいただいてたんですが、リアルよ絶対男よ。反応できなかった方すんまへん。配信終わってからゆっくりどんながどんなコメント、ギフティング、いいね送ってくださったか確認しますので、たくさんありがとうございます。うん。今日もご視聴ありがとうございました。明日も ASMR 配信は夜10時から、どうぞお楽しみに。この後の ASMR 配信も機会がありましたら、お時間ありましたらご視聴お待ちしてます。また見てくださいね。バイバーイ。